でそれは何かというと後でシミュレーションしたんですがこの数個ずつ飛ぶ,飛ぶということは巻いてるる場所があるんですつまりコイルを巻いてて、えー、これはヘリックス構造をとっててこうやってアミノ酸がこうコイルを巻いてきてこちら側に向いてきた面だけにこちらの面だけに v p u が結合しているんです。 でこの面,面を変えると結合ができなくなるから、えー、こういう活性が見え,る見えてくるようになるというのであのこれこれさも構造を解いたように見えますがこれ実は嘘で嘘っていうか絵空ごとでコンピューターで計算しただけです <laughs> 当時はですねその後ちゃんと NMR という方法で確認をしてくれましたが、えー、僕らの あのこういうインプットの計算アミさんこの辺がこういうふうに重要ですよということを計算して実際にシミュレーションをやるモルケラーダイナミクスのシミュレーションをやる人と共同研究で,でこれはあの数日かけて構造予想図を作ってもらったんです。で結果的にこういうトランスメンブランつまり膜に陥没している場所はこういう構造で,で外側はこういう構造をしているであろう でそれを裏付けるために、えー、これがテザリンの構造で,で結合しない、えー、AGM というのはアフリカングリーンマンキーのテザリンはこの辺の場所がこう傾いてるぜと面が動いてるぜということも、えー、あの確認してます。<laughs> でこれがロクオングストロームつまりこれだけの距離が離れてるということです。まあ、あの実際に 膜タンパクでこう結晶が難しいので構造を見ることができないことが多いので僕らはこういうものを計算でやってみました。で今日あのいろんな話をしましたが私が主にやっていることはこういう宿主因子が抑制,抑制性のものがある中で、えー、こういう BIF というあるいは VPU という HIV が獲得した遺伝子があってでこいつを抑えることができれば 何か新しい薬ができるんじゃないかというふうな考え方もありますが考え方だけでいまだに成功はしてません。ですからお金持ちにはなってません <laughs> それ以外にちょっと副産物で私この世界に入ったのはもともとこういうウイルスをやってた人間なんです。やってたといたうのののは医学部の学部生の頃に 自分の先生ががん化をやってた人で日沼先生がん化をやってた人で EB ウイルスはがんを起こすと EB ウイルスって我々ほとんどの人は持ってますところがある時あるある特別な方だけががん化を起こしたりあるいはある特別な方だけが病気を起こしたりしますでその中にさっきのヒトカマウスを使って EB ウイルスの感染モデルを作ってみましたで実はこれ E.B. ウイルスをヒトカマウスに感染させますと、ものすごい量のウイルスが出てきて、そしてそのマウスはこのマウスは死んでしまいます。でこの辺の細かいウイルスのタンパク質を見てますが、これ臓器を見せた方がいいかと思いますが、脾臓あるいは肝臓、これは非感染、まあちょっと綺麗な形をしてます。E.B. ウイルスを感染させるとでっかくなって白っぽくなって、この辺こう臓あのリンパ球が たくさんあるために白っぽくなってもうかなり汚くなりますでここに何があるかというと EB ウイルスを感染させるヒト科マウスには,臓器,には石鹸器を鈍色するるマクロファージがいることが分かりましたこれが赤血球を鈍食するマクロファージでヘモシアニンというあの鉄を染色するものを見るとこれは肥臓ですね肝臓ですね。で あの赤血球をたくさん貪食してます。で、なこれあのマウスに病気を起こして何かと言われるんですが、実はこれ全く同じ病気が小児科の患者にいまして。この病気になったか患者さんはほとんどなくなります。もう血小板がなくなるので、非常に悲惨なことになります。で、まあ、それの初めてのモデルマウスになったなったということで、使えるんじゃないかと思って。 で今日いろんなお話し,しましたがあの、まあ、私自身がこのウイルスって何者と思いながら始めたのが医者としての動機からだんだん、まあ、こういう研究所にいますので <laughs> ウイルスは何者ということでウイルスの 起源は何かということで歴史をを知るといいううう意味で、えー、そういうお話ししましたで実際あの現在あ,のあまり私はアフリカに行くタイプではないんですがあのいろんなとことサンプルを持っているとこと、えー、まあいろんなこう連絡はしてで遺伝子をつい最近論文にしたんですが。 レッドキャップマンガベイというもののチンパンジーの起源になったもの、それのテザリンの配列を決めて、どれぐらい自分のテザリンとチンパンジーのテザリンとどれぐらい関係性があるかということも調べています。で、実はこれレッドキャップマンガベイというのはあの絶滅危惧種でサンプルをもらうわけにいかないんです。ワシントン条約で。だから日本日本国では 遺伝子の断片を研究はできますが、全体を、えー、全体を決めることはできないし、全体をもらうことはできません。もちろんサルサルの共有も難しいです。で、そういう意味のあの起源起源の研究をやっています。進進化的な研究をやっています。それから途中で分子的なお話をしましたが、えー、レトロウイルウスというのはここからちょっとびっくりしてもらうとちょっと困っちゃうんですが、我々 レトルウイルスの研究というのは研究で我々とレトルウイルスの関係性というのは非常に古くて我々はこれを学生に説明してもなかなか分かってくれないんですがそれは生殖細胞の段階で入っていますのでただそれはウイルスとしてもう出ません全部潰されていますさっっきのアポベッックとかでストップコトンが入ったり ところが動物によっては例えば何かの刺激放射線を当てるとウイルスが出てくるものがいます。そそれははマウスあるいは猫もそうですで人の場合は幸いなことにそういうあのこれは内在性のレトロウイルスというんですがそうい,う,いこう移動する遺伝子が結構我々は持っているんですねでそういう意味で えー、もちろんウイルスとしてなんで増えるのかというだけではなくて、分子的にこういう遺伝子が何らかの進化的意義があるということを、えー、研究する人はたくさんいます。それから当然私は医者ですから治療薬を開発するという意味で、えー、研究をやっております。でそれと,とともにこれはあの、うん、遊びで書いたら学生がすごく面白かったんですが、アインシュタインの言葉でインスティチューションっていうのは これはこんなに重要だよということを書いてあって「The whole thing is science is a nothing more than refinement of every thinking everyday thinking」と言って僕は学生にいつも毎日毎日考えろというふうなことだけを言っているんですがなかなか考えてくれない <laughs> <laughs> ということでちょっとおちにしますがでこれはあの共同研究者の方々でこれはうちのラブの写真です。 そんなにたくさんいるわけではないんですがみんなよくやってくれてます。でこれはあの、えー、ポント町たりで夜の桜を見ながら宴会をした時の話で,で今日実はこのスライドさっき新幹線であの自分でこう書いてたんですが考えてみれば共同研究者はドイツ人ばっかりだなと思って <laughs> あのすぐ答えてくれるの真面目に答えてくれるのはドイツ人なので、えー、ついそんなディープにやってるところであります。えー、アメリカ人は,これはあの 私の学生だった子で、今アメリカで独立しています。以上です。ご清聴ありがとうございました。